はい、こんにちは、佐藤です。こんにちは、井上です。はい、今日は井上さんと音声撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上さんは深圳何回目ですかね？3回目ですね。あー、それで今はあれですね、アマゾンとかメインで。そうですね、はい、はいはいはい。あとヤフー、ヤフーとあと楽天も始めました、ね、うん。でも長いです。もう物販何年ぐらいになりましたっけ？5年ぐらいですね。うん。で脱サラをさ、あ、じゃあちょっと井上さんっていう方を知らない方もいらっしゃるんで、はい、簡単なあの経歴といいますか、はい、自己紹介もよろしいですか？はい、はい、まず物販に関してはですね、あの2013年に始めまして、でその時はまだ会社員をやってたんですけれども、まあそれから3年ぐらい経って、まあそれなりにまあ稼げるようになってきたんで、あの会社辞めて今専業で物販をやっております。はい、分かりました。で今回来られて、まあまあ率直なご感想はどうですかね？そうですね、自分の商品に関してはなんかもう最初に結構リサーチしてきたんで、もうすぐ決まっちゃってて、うん、まあ、佐藤さんの、もう事前にメーカーとか調べてくれたんで、もうすぐ決まっちゃいましたけれどもまあまあそうですね、リサーチしてきた方がいいとは思うんですけれども、まあリサーチして、まあ、あらかじめ決めてきた方がいいと思うんですけど、決まんなかったとしても事前にリサーチして結構悩んできた人っていうのは何ですかね、アリババとかで売ってない商品とかもあるんで、うん、市場行けばそういうのが出てきて、うん、まあ、それが結構ヒントになって決まるとかそういうパターンもあるんで、うん、まあ、リサーチは重要ですけども、リサーチやることは重要ですけども、やって決まらなくても なんとかなるかなと。ただやらないと、うん、まあ、ただの旅行で終わってしまうなという感じがしました。はいはいはい、あ、なるほど。リサーチして決めるっていうことよりもリサーチという行為が大事ですね。そうですね、行為で、うん、これがダメだなとか悩むことが重要かなと。来る前に、今回はもう最速でしたね、井上さん。そうですねまあやっぱもうこれっていうものがあったんで、はい、あとプライスラインこういう仕入れぐらいの仕入れにしたいとかあって、はい、僕も先にかけて回って、ほんでちょっと予算オーバーしちゃえないですかねみたいなの言ったら、はい、あ、これぐらいだったらいいですよみたいな、はい、それぐらいまでできてましたね。そうですね、だから2人でっていうかもう行って、まあ、ものの1時間もかからないで全部終わらして、今この間にももうね OEM のロゴの場所どうするとかっていう確認ぐらいまでもう進めれちゃってますね。そうですね、まあ、売れるといいですね。そうですね、わかりました。そうっすか。まあ、じゃあもう3回目ですけども、今後もやっぱちょいちょい来られるようなイメージですかね？そうですね、はい。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。やっぱリピートね、していただけるっていうのはすごい嬉しいことなんで、はい、まあ、僕もお力になれたらなっていう感じですし、まあ、あと、なんだろうな、まあ、初めてですと、そうですね、先ほども言われたと思いますけど、例えば、なんかやっぱこう、井上さんってね、こう、まあ、IQ セラーと僕は勝手に呼んでますけどまあ偏差値も高いので、IQ も高いですし、あとやっぱすごい効率がいいっていう印象なので、なんかこうどういうリサーチをしてされたらいいとかっていうアドバイスとか皆さん聞くようにあるんじゃないかなと思って、なんかありがとうございますか？そうですね、まあもう今ツールでまあいろいろありますけれども、もう月間販売個数とかすでに分かってるんで、うん、大体の月商とかもう分かるんで、うん、その商品のもう月商がどれぐらい でアリババを見て大体このぐらいの利益が取れて、月利がどれぐらいで、まあ、利益率がどれぐらいでって分かるんで、もうそれを把握した上で自分の取りたい月商とか月利とかを、まあ、大体試算した上で来るといいかなと。なるほど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 。あんまり小さすぎその商品とか選んでもちょっと労力に合わないなとか。そうですね、はいはいはい、自分の場合はもうすでにものすごい月商も月利も取れる商品をやってしまってて、うん、理想が高すぎるような状態になってて逆に見つからないみたいな、そういう状況になってるんで、まああれですけど、今回のはだいたい1万円ぐらいで仕入れして、2万円超えるんですか？あれそうですね、
他見たら それぐらいでもう売れてるのもあったんで2万5000円前後で。そうですね、うん、じゃあ今回もバッチリ見つけれたみたいな感じですかね、はい、実際売れるかはまだ言ってみないと分からないですけど。そうですね、分かりました。じゃあ今後も広告期待ということで、はい、今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。